しに来てるんですけども、このマレーシアのキャメロンハイランドどういった街なのか、ちょっと街歩きをね、ずっと小さい街なんですがしてみたいなと思います。そして最後におすすめのカフェの3つほど、紹介してるので、ぜひ見てください。レッツゴー。いいチケットは持ってますなので、多分ここでチェックインとかするんじゃないのかな、わかんないけど、とりあえず来てます。出発時間まで1時間ぐらいあるんですけども、プールコートのサブウェイで、時間を潰そうかなと思います。はい、バスターミナルのバス乗り場こんな感じですね。で、結構冷房が寒いです。で、売店とかもあってね、普通に買える。さあ、見てください、こんな感じのバスでした。すごい、なんか真っ暗かつ豪華っていう感じで、かなりリクライニングが効くようですね。じゃあ多分夜間の高速バス用だと思うんだよな。走っててこれを休憩挟みつくっていう感じだな。ああ、コンビニみたいなのがあります。あ、暑いな。暑い上になんだこの南国感。半端じゃないね。もうこれだけでいい感じのリゾート気分を味わえるっていう。いや、直射日光暑いわ。30度くらいあるかな。はい、またバス出発しました。この辺がビドルかビドールか知らんけど、マレーシアの地方都市ですね。タッパーっていうところに到着してます。だんだん山岳地帯に入ってきました。やばいくらいの山岳地帯で、ね、部族がなんか出てきそうな感じ。はい、この辺はリングレットっていうところ、まあ、すっごい山に囲まれたところだけど、一応集落っぽくなってる。田舎だな。治安は悪くなさそうだ。さあ、この鬼のような坂道を越えると、待ってますね、我らのタナーラータが。はい、タナーラータの、バスターミナルに着きました。で、気温が多分ね20度ぐらいかな。あの、地理的に、中心になるのがこちらのバス停ですね。でですね、マレーシアのキャメロンハイランドって言ってもいくつか街が集合してるんです。その総称を、キャメロンハイランドって言うんですけども、中心地となるのがこちらのタナラタという街でございます。で、同じぐらいかもうちょっと小さい規模の街が、何個かあります。それがリングレットとかブリンチャンとか言うんですけども、そちらよりもこっちの方が気持ちでかいかな。でもこの街の方が一応行政とか病院とかが揃ってて、キャメロンハイランドの中心地となっております。キャメロンハイランド今中心地にいるんで、まずは東を見て、東そこまで大したことないんで、すぐ帰ってきてまた西側の発展したエリアをちょっと歩いてみましょう。で、別日収録の、晴れた日の公演も一応収録してるんで、合わせて見ていただければなと思います。はい、こちらがですね、パダンアワン MDCH といって、一応このキャメロンハイランドのタナーラタで、大きな公園となっております。子どもたちが遊ぶ場所になってるんですけども、まあ、人口比でいうと結構ね、マレー系の方々が遊びに来ているイメージです。はい、いろんな遊具がありますね。カンカンになってますけども、ちゃんとねこういった休憩場みたいなのがあって、まあ休憩もできる感じではあります。普通にね、大人の方もブランコを乗って遊んでいらっしゃいますが、楽しいだろうね。公園は意外と広くてですね、ここをずっと、サッカーコートみたいな感じで、あとトラック、陸上のトラックフィールドみたいな感じで、外周を走れるようになってます。そして横にはこのね、川が流れておりましてですね、たまにベンチとかが置いてあって、休憩できる感じですね。で、東側に行くとこんな感じ。まず何にもなくなります。ポリスステーション、警察署がありますね。で、まあ歩道のないような道を歩かないといけないので、ちょっと基本危ないんで、皆さんね、気をつけてください。カメラなんか持ち歩いて、うろうろしてる場合じゃないですよ、これ。で、もうちょっと歩くとここ、キャメロンハイランドの、まあ、行政ですね。東側、町の東側はこれで終わりです。商業施設みたいになってますね。一応
まあ、買い物できるような場所が揃ってます。銀行スリープボックスっていうホステル、この町で一番安い、1泊700円ぐらいかな。で、ワトソン、これ薬局屋ですね。で、それからコンビニ、ホテル、普通のホテル、レストランという感じに、続いております。ガチ系のインド料理とか、ガチ系のなんだろうね、これわかんないけど、多分ね、価格はそこそこ安いんじゃないかな、まあ、お店があったりとかする感じかな。あとはショップがあったりレストランがあったりします。逆に言えばそれぐらいですね。はい、あんまり観光スポットではないですね。あそこに犬がたくさんいるんで、気をつけた方がいいと思います。マジ怖い怖い、いつ来るか、来いよ、恐怖スポットです。道が混雑してますね。ちなみに街の安全性ですけども、全く、危なくはありません。こちらですね、このアーケードになっているところが、まあ、中心の、ストリートになります。バスステーション、バスターミナルの向かい側に、セブンがあって、ここからいろんな飲食ストリートが始まるっていう感じですね。ここで SIM カードとか買えますね。はい、で、まあ、そうですね、まあ、ローカルのレストランがたくさんあります。ここ多分宝くじかで、足つぼマッサージで、あのスーパーがないんで、こうしたね、個人商店で、買い物をしなければなりません。で、非常にレストランの数は多くてですね、あの、まあ、マレー系からチャイニーズ系、それからインド系までたくさんあります。で、こことかティーショップがあるんですね。ティーショップで、まあ、キャメロンハイランドはお茶が有名なんで、ここで、まあ、お茶を購入するっていう人もいます。で、ここの辺が、まあ、お土産ストリートになってくるんですよね。一応ここ Google マップ上ではなんつうかスーパーの扱いになってるんですが、まあ、日用品が売られてます。で、こちらスターバックスですね。はい、イカの有名なスターバックス、まあ、いつもにぎわっていますが、まあ、物価も高くなってるんで、高いっていうか、まあ、コーヒーが高いんでほぼ観光客しかいません。で、ショッツカフェっていうところも、まあ、欧米の観光客多いかな。で、カレー屋ね、ここも観光客メインなところで、日本語が喋る店員が勧誘してきます。よく、うん、インドカレー、インドカレーっていう感じかな。はい、で、この辺お土産ですね、うん、まあ、小さな雑貨とかがあるんで、この辺で購入して、買えるっていう人もたくさんいるんじゃないでしょうかね。屋台みたいなのもきちんとって言ったらあれですけども、出てます。有名な AA カレーショップですね、うん、ここ結構高級なカレーショップではあるんですが、まあ、ご覧の通り、観光客とかにかなり、人気があります。そしてこちらがドリンクスタンド、まあ、台湾とかでよく見る感じのドリンクスタンドですね。まあ、ちょうど閉まってるんですが、まあ、高原っていうところに来ていただければ日本食が楽しめるっていう感じでございます。ファミリーマートがあったり、する感じでございます。普通のコンビニですね、うん、で、中華のレストラン、まあ、こう一応カフェですけどもっていう感じでね、100メーター200メーターぐらいブワーって飲食店が立ち並ぶストリート、あの辺がメインです。で、あそこで、終点というか終わりになるんですね。はい、それではあの反対側の方に、行ってみましょうか。はいはい、それじゃあ反対側渡ります。渡りますよ。渡るだけでも命がけでございますからね。まあ、今日雨なんで、非常にね、観光客とかもいないんですけども、こうした衣類とかが売られているんですね、うん、で、いちごなんかもね、こんな感じで、売られてるわけでございますよ。観光案内所みたいなのがあります。で、ここ書いてあるでしょ、こちらの看板ですね。日本語で OK 言うとね、ほんまかいよ。 Yeah, so I want to ask about the, Japanese people living here. Last time is many, now is less.
After COVID-19? Yeah. I see. Okay. I got it. Thank you. でたまにですよ、こういう出店っていうか、なんていうかな、あ、お店をやってたりするんですよね。じゃあ今から、夜市、まあ、昼間もやってるんですが、夜市の方を見てみましょう。ぶっちゃけ変哲もない駐車場なんですけども、一応夜市ナイトマーケット、夜までやってるマーケットかな、が形成されています。一番左端の方には、屋台飯、昼間でもたくさん人がいますね。まあ夜市あるあるなんですけども、でたまにね、こういうイチゴとかね、新鮮なフルーツ、そしてアイスクリームとかも売ってあるんで、まあこの辺はポイントかな。まあその辺なら見てもいいんじゃないのかなと思います。ここアイスとか売られてるでしょ。でこれはすごいですよ、フルーツ盛り合わせが、これ取って買う感じですね、うん、スイカとかブドウとか、おそらく、まあ、現地のローカルな方々はこの辺で調達されてるんじゃないのかなと思います。相場を見れば15とか30とかが多いんで、30だったら1000円なんで、この辺の物価感覚だと1000円か、ズボン1本1000円ちょいぐらいが適正価格なんだと思いますね。まあ、キャメロンハイランド、非常に雨が多い街なんですけども、晴れた日はね、ここのキャメロンハイランドって書いてある、まあ、いろんなところにホテルがあるんですが、景色がね、非常に綺麗に見えるんで、まあ、合わせて見ていただければなと思います。でここがフードコートですね。さあそれでは西側エリアですね。こちら ATM とか並んでるんで、結構実務的に便利な場所ではあるんですが、ここには何があるのかっていうと、まあ、ちょっと規模感は小さいけど、レストランがそれなりにあるっていう感じですね。まあ、ここもマーケット、うん、まあ、ほとんどね、クレジットカードは残念ながら、個人商店では使えないみたいです。あとね、この金塊ゴールド、これも見逃せませんよ。このカレーリーフっていうのは24時間やってるんですけども、まあそこそこ観光客、そしてローカルなインド系の人々に人気な場所なんで、この辺おすすめでございます。繁盛してますね。で別日収録した向こう側の、まあ、マーケットっていうのかな、フードコートみたいなのがあるんで、そちら合わせて見ていただければなと思います。まあ、売ってあるものとしては本当に、まあ、フルーツとかなんですが、こんな感じですね。おお、ここに泊まるんだ。マーケットがたくさんあるっていう感じでもないですね。隣にあるのが、フードコートですね。中はだいたいこんな感じになってますね。まあ、時間帯にもよるんですが、今は閑散としてる感じですね。夜になると結構人が多くなると思います。で、こちら側は、まあ、バーみたいな感じですね、うん、テラス席かつバーみたいな感じ、バーでございますね、うん、マレーシア、キャメロンハイランドで唯一の、フルーツティーとかを取り扱っているところでございます。レモンとかバナナジュース、ここミックスしてくれるんで、7、8リンギット、まあ、300円以下で楽しめるっていう感じですね。で、まあこの建物周りなんですが、そこそこいろんなお店が、集結しておりまして、なんだろう、カフェとかこんな感じであるんだよね。まあ、優雅なひとときを過ごせますよね。あとまた、まあ、薬局だったりとか、なんか家電とかが売ってあるところがあるんですわ。ハイアールとかね、ここ確か日通電機って書いてあるから、まあ、日本製のものとか多分取り揃えてるんだよね。パナソニックとかあるじゃないですか。屋根があるところを歩いてきたんですけども、今その反対側にいます。反対側は半分ショッピングセンターみたいな感じになってて、まあお店がね、まあカフェであったりコンビニであったりが入ってます。お店と値段っていうのがちょっと格式が上がってるんだよね。デパートだけあって、アパレル系のものとか、あとは下着とかが売られてるのかな。ちょっとここもやっぱり値段がさっきの夜市に比べて10リンギと、まあ、300円ぐらい高くなってるんで、
格式が高いのかもしれないですね。ガジェット系のショップもあります。ちなみにね、一番上の階まで来るとミスター DIY っていう、ホームセンターみたいなところがあります。Where is the cafe? Yeah. Over there? Okay. Ah, こっち。Ah, okay. こんな感じか。店内シャレオツですね。こんな感じ。今全然休日、平日なんで人が誰もいないです。メニュー、まあ、ちょっと高めではあるけど、スナックとかなら、9.9 リンギ、10リンギ以下なんで300円ぐらいですね。裏が庭みたいになってんだ。これ私有地なのかな。なんかナスビみたいなのになってるけど。よくできたこっちゃ。壁にあるのはマレーシアの歴史で、まあ、かのね有名なマレーシアとシンガポールの陥落、まあ、日本軍と戦ったやつが書かれてますね。オーダーしたものが出てきました。左がペパーミントティーです。普通の、ティーバッグで選ぶやつで、フレンチフライズ。こっちが、6リンギで 9.90 リンギットかな。だから合わせて、まあ、15、16ぐらいです。午後3時前ですね、はい、今日ちょっと天気がよろしくてテラス席もあって、店内が吹き抜けで非常に心地よい感じでございますね。まあ、カフェなんでドリンクがメインなんですが、それでも10リンギットいかないぐらいなんで、1杯コーヒー1杯が300円以下です。270円とか250円とかで、スナックが300円から500円ぐらいな感じですかね。こんな感じで今やってまいりました。これがね 7.70 だったかな、まあ、8リンギットいかないぐらいのコーヒーでございます。景色を見ながらいただくことができますね。Thank you. あんまマレーシアのコーヒーっぽく甘いですね。これだけで、のんびりロングステイを楽しめる感じではあるよね。さあ今日入店しようかなと思うのはこちらのカフェですね。ものすごい広々としてうわここすげえわ。まあパスタとかは普通に20リンギットぐらいで高いんだけど、つまみとか安っ。フレンチフライ 8.9 リンギット300円ぐらいだね。このホットコーヒーなら値段がなんと 5.9 リンギットって店内の様子なんですけどもこんな感じ。夕方で、まあ、そこそこ席は埋まってるっちゃ埋まってるんだけど余裕があるじゃんね。で、まあ、いろんなタイプの席があってちょっと高めの席とか、普通にねこうやって座る感じの席があるんで、まあ、そこも選べるし外の席も取れます。一応ねこれ下にコンセントがあって使えるし、このねなんといってもね席ですよ。席が結構クッション性があってこれワークするのに疲れない。素晴らしい。 Wi-Fi も使えるからこうやってパソコンで作業もしやすいです。マジでこれ6リンギットでこのクオリティのカフェを出せるのはすごい素晴らしい。ほんといいところですわ。ここね多分一番おすすめかもしれないですね。ノマドとかそういった意味でも皆さん来てください。はい、ね、キャメロンハイランド、タナラタの街を一周ぐるっと回ってみました。本当に小さい街なんで、すぐに回れちゃう。30分あれば一周できちゃうんで、まあね、この動画の中で雰囲気を知ってもらって、まあ、コーヒー屋とかレストランとか自分のお好みのものを見つけて、もらえればなと思います。はい、それではぜひ皆さんチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。